イエーイ。どうもハラキンカップルでーす。調子いいですね、今日も。めっちゃ今日元気。はい、今日はね、何の動画かっていうと、はい、2日後かなに僕のサッカーの決勝戦があるんですよ。頑張れー。絶対勝てー。でね、まあそれにリコも見に来てくれるということで。マジ久々、たっちゃんのさ、うん、サッカー見るとかマジ1年ぶりくらいじゃん。いや、ほんまにやで。いつも口だけでマジで点取ってこいよ、負けんなよって言って終わりやもんな。忙しいわしも。そうやねんな。まあリコとリコのお兄ちゃんとかも来てくれるということで、ね、そう、神に総出です。はい、すごいね、僕ギア入ってるんですよ。よく僕のサッカーを取ってほしいとか、この社会人チームどんな感じですかみたいな質問もよくあるので、うんうん、どんな感じでいつもサッカーしてるかっていうのを取っていこうかなって思ってます。いいじゃん。まあ今回の動画はね、はい、まあ、サッカーの動画っていうよりもなんかそれに向けての準備、どんな感じでやってるかみたいな動画になると思います。はい、こんなことしないんですけどね、いつも。マジでやらん、マジでやらんけど、まあ、決勝戦ということでちょっと、うん、気合入ってるんでジム行ったり、うん、リコの美味しいご飯食べて勝ち飯食ったりして。え、じゃあ3日間撮っていくって感じやんな。そうやな、もう明日明後日。そうそう、そんな感じで撮っていきます。了解しました。じゃあとりあえずもう今からジム行くんで。はい、来た。リコにも体うずいてんねん。じゃあとりあえずジム行きましょう。行ってきまーす。ガンビルわっしょいわっしょい。ガンビル。はい、皆さん2日目になります。昨日ジムめちゃくちゃ追い込んで足パンパンなんですけど、今日ね練習試合があるんで今向かってます。基本的に日曜日はまあ公式戦か普通の練習試合があるんで、週に1回絶対ボール蹴ってるって感じですね、僕は。今日はまあ明日の試合に向けて、まあ自分の体と相談しながらサッカーしていけたらなと思ってるんですけど、なんとね、今日リコが明日の試合に向けたご飯を作ってくれるみたいで、それ楽しみにサッカー頑張っていきたいと思います。じゃあサッカー行ってきます。スーパーダレクレーン。え、ストレッチの邪魔やねん。すまない、こ知らずに。いや、すげえ。どう、大丈夫。やばい、俺でもそこまで行ってない。バランがプレー見てからにしよう。俺も結構もう怪我痛くて。無駄な時間。え、お兄ちゃんの視聴者見てる？これ弟のケツです。これ怒られる。はなきー。カット。シゴ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 。俺も？え、しへんの？一緒にやる？クッキング。クッキングタイム！レッツクッキーン！首締まってた今。これでか。顔でか。二日目ということでね。はい。明日、はい、たちゃんサッカーなので、はい、勝ち飯です。来ました。もうほんま楽しみにしました。今日のね、はい、テーマ決めてるんですよ。お、ね、ご飯のテーマ。何ですか？今から。はい。試合が始まっている。油もんに負けるな。勝て。どういうこと？やりやりやり。だから、あの唐揚げやねん今日。ちょっと分かってたよ、薄々。え、全部分かってた。唐揚げの匂いブンブンするもん。なんでこのタイトルかっていうと、うん、なんか勝ち飯とかってなんか紹介いい食べ物とかみたいなするやん、多分、うんうん、でもそんな私は甘くないので、何よりたっちゃんが好きなもんを食べさせてあげたいっていう気持ちの方が強かったから。ありがとう。マジで勝ちます。かっこ量作りすぎたから朝ごはんもこれ。ちなみに今は酢の物作ってます。うわ、酢の物も作ってくれるんだもん。それサッカーめっちゃいいやんか。
そう、疲労回復や。あーマジ楽しみやわ。食いたかったよ俺唐揚げ。マジで一番うまい唐揚げほんまにめっちゃ好きやんな。ほんまに好き。え、タツヤどれか分かるかな。分かるやろ上から見て。いやさすがに分かるよそれは。リコさん明日動画撮るのさ、タツヤのってずっと違う人撮ってずっとサゴ撮ってるみたいな。あとさ俺点決めたら、うん、なんかパフォーマンスするの。あ、もうリコにもうハート送るよ。そうだからそれでもう絶対そのシーン撮っといてな。え、マジ楽しみ。もうリコだけを見て、うん、もうここにリコママとかリコのお兄ちゃんとかおって、もうそこだけを見て、うん、え、こうやんのこれリコリコなんかもっとさ、あれかと思った。サッカー選手みたいなやつやと思ってこれこれなかわいい。あれやろこうやろこうやろあ、じゃあこれしてリコがもし気づいてたらえ、どうやったっけ。こうまずこうな。俺がもうリコの方に向いてこうやってやるから。こうやるからこうこうこうやろう。絶対やろう。絶対点取ろう。絶対取るわ。絶対やろう。リコってほんま大事な試合とかさ、何か分かってないけどさ、うん、俺が明日勝たなあかん試合ねって言ったらさ、リコは料理でめっちゃ鼓舞してくれるやん。うん、俺のことそれいつもほんま感謝してんね。一人でメラメラ燃えてんね俺。え、どんくらいサッカー好き？リコの美容ぐらい。あ、サッカーイコールもう人生やからさ、俺の。え、じゃあサッカーやめろって言われるのどれくらいきつい？リコの何？リコの、あの、うん、漫画読むのやめろ。あ、無理や、無理。漫画アプリ全部消せ。終わった、死ね人生終わり。あー、唐揚げ嬉しい。マジ嬉しい。え、そう、唐揚げって言うと思った。なんかサッカーの前やから。もう全く俺そんなん何でもええもん。逆にこういうのの方がエネルギーになって頑張ろうって思える。それはよかったです。ではもうあげるだけなので、はい、後ほど楽しみー。えぐいえぐいの来た。量えぐい。マジで漫画の量くらいできました。えぐいやん、もう高校生の量やんこれ。マジで豪華。おんまにありがとう。勝ち飯食べてください。じゃあもうこの一番でかいです。あーマジで食いたかった。いただきます。はい。もう絶対優勝。ほんまにうまい。リコに食べさせて。あ、食べる熱い。もう最高じゃん。ちょっとこれも、うん、うわ、これ疲労回復されるで。うん、シェフです私が。じゃあ明日、はい、頑張れよ。頑張ります。えいえい、おー花金頑張れおはようございます。たっちゃんがついに出るそうです。これはね、さっこのだけね、すごい顔でかくなりました。よし、では見送りたいと思います。はい、まずこちら、お弁当。ありがとうございます。これは、味濃いめがポイント、塩分に負けるな勝て弁当です。はい、勝ちます。ありがとうございます。で、はい、これはい、お守り3人分。うわ携帯の裏に入れるように。めっちゃ嬉しい、かわいい。たっちゃんのこのハートのやつな。お、お前、俺だけハートや。うわ、すご渡しといて。よっしゃ、俺ちょっと先、携帯入れとこ。いや、かわいい。めっちゃいい感じ。気をつけてね。うなね。事故しないように。まあ俺運転じゃないから。みんなにありがとうとよろしくお伝えください。はい。いつもこのゴリラの面倒を見てくれる。みんなで行く久々やな、でも。久々。最近一人でよく行ってるからさ。会えるかな、今日。会えるやろ。また後で、じゃあ。エリコもすごい楽しみや、実はこんなに嬉しそうな。頑張って。楽しみにしてる。絶対。点決めて、うん、俺直したるから、ね、噛んでたやん、ちょっと俺直したるからな。あ、楽しみ、ワクワクしてきた。もう用意しよう、早いけど。あ、お祈りし、そこに。あ、ほんまや。よいしょしゃん頑張って、ね、バイバイ、バイバイ。
ね、今みんなでサッカー向かってるんですけど、その前に前ちょっと動画で骨盤矯正とかしてくれるあの面白い子おったじゃないですか。試合前にマッサージしてくれるって言ってたんで、ちょっとそこに向かってます。そこでちょっと体を楽にさせてもらって試合に臨みたいと思います。沈黙あるなと思った。はい、隣の子はね、僕が小学校からのまあ射程ですね。射程ちゃうわ。友達やねん。どうやろ。はい、じゃあまあそんな感じでとりあえずマッサージ行ってきます。お、だから俺結構ふくらはぎ側がしんどいですよ。そうですね、後ろ側張ってるかな、ね、後ろのふくらはぎももうもうやばいですね。いつもやばい、めっちゃ張ってる。いつも週に1回しかサッカーやらへんのに、あこういう時に限って疲労もやってるし、あそうかそうか、調子乗ってジムもやってるし。今無事施術完了しました。ちょっとね、あのサコとかがご飯食べに行ってるみたいなんで、そこで合流してグラウンドに向かいたいと思います。はい、用意完了しました。達也ファッションです。応援ね、本気出して頑張っていこうと思います。無事合流できました、みんなと。とりあえずね、今からグラウンド向かって試合に向けて準備していきたいと思います。俺が試合するみたいな。何話そっかな。あ、じゃあせっかくみんなもおるし、俺がどういうプレイヤーかちょっと教えて。攻撃に特化した選手だから、守備を全くせえ。体力ないから、その言うたらカバーを全部俺にさせられるっていう。点しかもうほんまにあの頼りないっていう。まっとうな評価ありがとうございます。そうですね、あの僕もジムしておりまして、ちょっと前でプレスは行くんですけど、最低限の守備しかしなくて、僕がずっと目標にしてるのは、負けてる時とかどうしようってなった時に、あ、達也がおったらもしかしたら何とかしてくれるかもみたいな、最後何か起こしてくれる存在っていうのになろうと思ってやってるんで、なんか達也が結局結果残すみたいな存在に今日もなっていきたいと思います。なんか点決めちゃうんですよね。持ってるよな。持ってるますね、ほんまに。それがまた憎らしい可愛らしいとこですよね。可愛いかね。ちょっとチームの話をすると、大阪の一部リーグってところで今戦ってて、それも去年に初めて上がって、誰かが抜き出てすごいとかではないんですけど、他のチームと違うところがチームワーク、とにかくめちゃくちゃ仲良くて、っていうのもチームに入れる人、まあすごい DM とかでも、あの一緒のチームでサッカーしたいですとか、どうやったら今入ってるチーム入れますかっていうのをメッセージでいただくんですけど、できないんですよ。小中ってチームに1回入ってた人か、今現役でサッカーのコーチをしてる人しかそのチームには入れないっていう、まあルールというかそういうのがあって、まあ僕もこのチームっていうのは小学校中学校の時に9年間ぐらいかずっとそこでサッカーしてて、で高校は違うとこ行ったんですけど、そこに戻ったって感じなんで、なんやろ、意思の共通っていうのがあるからすごい仲いいんですよね。ね、両生、まあ一歩通行。何が一歩通行な。いい話で終わらしてや。やっぱりサッカーってみんなも分かってると思うんですけど、チームスポーツなんで、一人がすごくてもやっぱりチームとして成り立たなくて、社会人なんで特にそうで、やっぱり筋力やったり体力もやっぱり高校生の時とかに比べたらどんどん落ちていく中で、どんだけすごい人ももうピークアウトしていくんですよ。でそうなった時にやっぱりチームで、まあ、さっきサコが言ったように、俺が走られへんところサコがカバーしてくれたり、まあ僕がその分点取ったりとか、そういう補い合ってチームを成り立たせてるっていうのが僕たちの武器であり、いいとこかなって個人的には思ってます。ほんまにチームを大事にしてます僕は。だからすごい小学校中学校の時からお世話になってるチームで、いずれはね何かしらの形で恩返ししたいなっていうのがずっとあって、だからまあこうやって社会人チームで結果を出し続けるのもそうやし、まあ、このチームって幼稚園からもう大人のもうおじいちゃんとかまでサッカーしてる人がいるんですよ。でもうほんまに小さな町クラブで愛のあふれるチームなんですよ。そういうところで僕もやってきたんで、お世話になった人とかそのチームに何か還元できるような大人になりたいなと思ってます。
まあもうここでね、あのいろいろ話しててもあれなんで、とりあえずもうすぐスタジアム作ってそこの感じもちょっとずつやっていきたいと思います。また俺や、頑張るぞはい、着きました。でかすぎるやろ。はい、今3位決定戦試合してます。えぐ、でかすぎました。ビビってます。お疲れ。あ、ごめん、今花金の達也やからおい、電話番号教えてくれ。え、いや、お前もう言ってもいい。別にもう俺言ったし。電話番号教えてもらいます。今から言います。言えるかい。09ピーそれじゃ入れんねん。え、あ、入れんねん。入れるから、お前別に入れんねん。何本っすか。え、言ってやん。電話番号だけっすもん。090-090-828-828-828 安やないか。はーい、アホかお前。ロッカールームに吸ってる頃とか俺だよ。なし、どこまでこれで終わり。アップサボスター、アップサボスター、誰やろ。今入ってるかな。マッサージしろって。いつものやつやる、いつものやつ。あ、そうそう、マッサージしようとしてた。いつものやつ。おい、おい、いつものやつやる、いつものやつ。すぎて見えない。あ、これや。イエーイ。達也出てきました。どれかは分かりません。達也。あれか。おったおった。GoPro 持ってる。あれや。なんかしてる。え、そこに GoPro 置いた、あの人。すごい、シラフトはパリピなミュージックかけてます。あれは多分サコですね。もうあかんわ、曲がえぐい。じゃあ今日決めたら、リコーって絶対声で発表してもらう。うん、ハード出す。父です。はい、しっかりいい声出して。はい、さあ、はい、あと1個やで。じゃあここや。いや、僕、まあ一昨日子供生まれたじゃないですか。だから最初に子供にあげるギャグ考えてきたんで披露しますね。テレテテレテテ、これよ。おまりあきまりつでちょっと待って、ちょっと配達してないよ。なんか問題じゃん。長いよ。はいはい、はい、長い長い。花木さんぞ。長いよ。花木さん。長い長い。頑張って。頼むよ。頑張れよ。頑張れ。めっちゃいいよ。タッチャン頑張ってる。いけ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 タッチャン切り返しシュート。いけ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 。そう。いけ。そう。ああ惜しい。惜しい。タッチャンいいよ。タッチャンの唯一の趣味サッカー、これに命をかけています。彼は。あ、そこ行け、そこ行け、すごいよ。サッカー上手くなかった。めっちゃ上手かった。見て見て。おー、来た。お、来た。行け、行け、ガチャ。行け。頑張って、頑張って。あ、うわ、もう開いた。え？達也のさ、ゴールへの気持ちめっちゃ好きやわ。めっちゃ好きな、すごいよな。すごいと思う。決めたいね、絶対みんな見てるし、今日も特に。それめっちゃ出てて、いいわ。
それをキープしたらさ、達也。達也やばいよ。達也やばい。やばいことされてる。達也やばいことされてた今。背負い投げされてかけてましたあの人。夜に何も起こらんと走ってます。いいやつやん。あ、9番やん。ほらまた9番やん。ほら、素晴らしい。見てみよう。お、達也。達也。待って。オッケーオッケーやったやった。打った。おお。ストライクやな、俺も。気持ち強め。得点王。さすが得点王。いや、すごない。持ったらシュートやもんね。すごくないの、日曜日。あ、終わった。オッケー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 。はい、お疲れです。とりあえず1点取った。じゃあもっとできるやろ、ほんまに。もっとつなげたら、ちょっと間がちょっとぬるんでた、1点入ってから、うんうん、で、3点目でも、そらすかな、次の点取ったら、ちょっとどんどん変えれるだけ変えるから、頑張ろう。はい、ありがとう。いやあと2点取れるかね。サコパス出せよ。それは出したけどな。いや、あれナイスパスやったわ。俺の髪の毛だけ映してる。顔拭こう、これタオルやな。よし、行こう、すぐ行こう、試合行くぞ。ハーフゴリラです、ハーフゴリラです、半分ゴリラのハーフゴリラです。やーまいな、うん、近い近いかな。おおおおおおこれは勝ったわ今日。うん、分からんでもあんな、そう。いや、3-0は勝ちやわ。いや、リコやったらいける。そうなの？リコやったら3点決めれる。ほら見てみよう、やっぱあの9番や。ほら。めっちゃ好きやん。来た、来た。はい、うまっ。すごい、今の勝つよ。来た、来た。兄弟2人で4点取りすごいね、調子丸。達也これやったら多分ハットトリック狙ってない、絶対。え、3点取ったハットトリックなの。そう、うん、マリコハットトリック取ったらごちそう作らなかった。ハットトリック、そうすごい、はい、すごい。ハットトリックならもう唐揚げのタワー作らないと。え、唐揚げのタワー昨日作ってもてんの。作って、こんなてんこ盛りのすき焼きのタワー作る。すき焼きの肉超え肉タワー。おお、達也ちゃん。あー、重い、力すごいな。うん、足が足出てる。え、交代すんの。交代したん。あ、足痛いんや。あ、足冷やしてる。あれは多分心配してほしいからフリしてますね。俺は足を痛いんやぞリコって言ってます。達也先輩交代です。お疲れ様でした。リコ止めやれって、リコ止めやれ、リコ止めやれ。勝ちました、5-0です。おめでとう。いいチームです。仲良し。あ、お願いします。お願いします。ママシャーナスな。ファンやんで。あ、おめでとうございます。めっちゃ頑張ったらですね、みんな。花金カップルヒーロー帰ってきました。ただいま帰りました、ヒーローです。もらいました。あ、気になる。よかったです。とりあえずリコとかお母さんとかお兄ちゃんとか来てくれた中で、勝てたプラス点も取れたんで、いや、ほんまそれ、ほんまによかった。マジで気持ちめっちゃ前いってた。いや、ほんまにだってみんなにもめっちゃ点取りたいやんって。で、たっちゃんがさ、リコが最後試合終わってからさ、こと、うん、まさきとタッチャー飲んで、うん、疲れってタッチャーがね、あげるわ、ピョンってやってくれたんですけど、すごいときめいた。ときめいた。うん、かっこいいと思う。あのシーン撮っときたかった。でもリコの記憶に残ってるやな。めっちゃ残ってる。カメラ越しじゃないから余計残ってる。あ、ほんま。じゃあもう1週間常につけてみてください。あ、分かった、いいよ。お風呂もつけとくわ。第44回、はい、大阪市町村サッカー連盟、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お弁当美味しかった。いや、もうマジ美味しかったよ。毎回リコのサポートがあるからサッカーにも行って、で、そこでも勝ててるし、ありがとうございます。なんか、あ、
聴者さんもさ、見に来てくれてたで、ね、かっちゃん何人かしか会えへんかったけど、リコの友達も会えて、すごい優しいよな、ほんまにありがとうございます。またね、サッカーのも定期的にあげたり、こサッカーめっちゃしたい、もうマジで出たいと思って、サッカーめっちゃしたくなった。じゃあやろうや、一緒に。したいねん、サッカーの動画撮ろう撮ろう撮ろう、いいよいいよ。でもリコほんま試合したいねんな、達也と二人でパスするとかじゃなくて試合したいねん。マジで練習嫌いやもんな。そんな感じね。はい、めっちゃ良かったです。いやほんまにほんまに勝って良かったです。おめでとう。はい、ありがとうございます。かっこよかったです、本当に。これ直した。ほんまにかっこいいなって思って。調子乗って上からさ、言ってたけど、あいつ全然動けてないとか言うんだけど、かっこいいと思ってた。ほんまに遠目から見たたっちゃんめっちゃかっこいい。あ、じゃあそういう意味じゃなくて、なんかいつも近いやん、だから遠くの存在みたいな感じのたっちゃんめっちゃかっこいいな。危ない危ない危ないとこやった。では、はい、試合ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。あ、よかったです、本当に。見に来てくれてありがとう。はい、また、じゃあ行きますね。はい、ありがとうございました。はい、でも勝利の女神の、代金は後でいただきます。金取んねや。これも、もしかしてオプション？あ、これオプションや。えぐい。またねー。バイバーイ。じゃあ、優勝。これどこに飾る？ずっと月々。わかった。